山野正義は、日本の政治家。金沢市長。元金沢市議会議員。石川県金沢市生まれ。金沢市立中央小学校。金沢市立野田中学校卒業。1980年3月、石川県立金沢泉が丘高等学校卒業。1987年3月、慶応義塾大学文学部仏文化を卒業。 1990年4月、ソフトバンクに入社。1994年8月31日、ソフトバンクを退社。1995年4月の金沢市議会議員選挙に立候補し初当選。以後連続4選。市議時代は自民党に所属した。2010年11月9日に市議を辞職。自民党を離党した上で、自民党、金沢支部。 日本総新党の推薦を受けて、金沢市長選挙に出馬。民主党県連、社民党県連、国民新党の推薦と公明党金沢総支部の指示を受けた現職の山で保つを1364票差の僅差で破り、初当選した。なお市長選の当時はまだネット選挙が解禁されていなかったが、金沢市選挙管理委員会によると、 山野陣営のネット戦略担当者と山野の秘書が告示後にツイッターを利用して山野への投票を呼びかける運動を行っていた。市宣官は公職選挙法に抵触する恐れがあるとして山野陣営に書き込みの削除などを求めたがその後も投稿が続いたため石川県警に相談。県警はネット選挙解禁の方向で議論が進んでいることもあり、 判断が難しいとして対応を見送った。12月10日に初登庁し、同日行われた引き継ぎでは、前職の山でから思い切ってやってくださいと激励を受け、握手を交わした。市長としての初登庁について問われた山野は、身が引き締まる思いとの感想を述べた。2014年6月17日に同年11月頃に執行される。 予定の金沢市長選挙への再選出馬を表明。ところが、その後、競輪場外車権売り場の金沢市内への設置計画に関して、設置置きとしていたビル管理者の X に対して山野が、経済産業省の許可後に設置に協力する、胸の燃焼を与えた上で、2010年の市長選において、X の支援を受けていたことが発覚。 公職選挙法が禁じる利害誘導を行った疑いがあるとして批判が高まった。また、場外者権売り場の設置が頓挫した後の2012年6月、X に対して代替案として市のリサイクル関連施設の入居を提案し、同席していた自民党の高岩正都市議から賃料月200万円の提示があったことも合わせて判明し、 特定業者の利益を図ろうとした疑いがあるとして、こちらにも批判が寄せられた。自民、民主系など市議会の主要4会派が百条委員会の設置も辞さないとの構えを見せて、身体を迫る中、8月18日に山野は記者会見を行い、今回の問題に関して市民や議会に心配をかけたことに対してお詫びし、自らの政治的、 同義的責任を取りたいとして、任期途中で市長を辞職することを表明した。また自らの任期途中辞職に伴って執行される出直し選挙への立候補について、この時点では考えが及ばないとして、名言を避けていた。同日、市議会は全会一致で三夜の辞職を承認した。9月1日、金沢市内の大学生らが三夜の自宅を訪問し、 出直し選挙への出馬を求める135人分の署名を手渡した。同月3日、山野は記者会見を開いて、出直し選挙への立候補を正式に表明。出馬の理由として、選挙で市民の審判を仰ぐべきという声が多かったことを挙げた。また山野が再選した場合、本来の任期である同年12月9日までに再度、市長選が行われることになるが、 山野は、そのことも含め審判を仰ぐと述べた。一方、同月9日付で、リサイクル施設入居提案に関する、背任未遂容疑での告発が、石川県警に受理された。なお、場外車検売場設置問題とリサイクル施設入居提案問題に関して、大原信夫弁護士と金沢大学法務研究科の佐藤美希教授は、いずれも、三夜の道義的。 倫理的責任はあるとしつつも、前者は公選法違反の控訴事項が成立していること、後者は廃任未遂の要件を満たさないことを理由として、刑事責任は問えないとの見解を示している。同年9月28日、自身の辞職に伴う金沢市長選挙に再び立候補。政党の推薦は受けなかったものの、三夜を支持する一部の自民党指揮や自民党県議から支援を受けた。 10月5日、自民党、公明党推薦新人、民主党、社民党推薦新人、共産党推薦新人3候補を大差で破り、再選された。辞職した当人が出直し選挙において再選されたため、2期目の任期は、公職選挙法の規定により1期目の残り期間が満了する2014年12月9日までとなり、2014年11月23日に、 再び市長選挙が告示された。この市長選挙には山野以外に立候補の届け出がなく、無投票で参戦となった。金沢市長選の無投票は公選制となった1947年以降2回目のことであった。2018年11月の市長選に自民党、公明党、国民民主党の推薦を受けて立候補し、共産党推薦の新人を破り4選。 投票率は24.92%で過去最低を記録した。ありがとうございます。